元衆院議員の金子恵美氏が28日放送のバラ色ロダンディー、月曜から金曜午く匂においでん立憲民主党の蓮舫参院議員、56、が東京都知事選、6月20日告示、7月7日投開票、任務所属で立候補すると表明したことについて、試験を述べた。現職の小池ゆり子知事、71、 も参戦を目指して出馬する意向で両者の対決を軸に選挙戦が展開される見通しとなったことについて聞かれた金子氏は出馬表明会見で蓮舫氏が口にした一つのワードについてコメント蓮舫さんは小池と姓をリセットっておっしゃったんですけど小池さんがやってきたことを現状把握して言っていたんでしょうか と疑問を呈すると、うまくいってるものもある小池さんの制作全部をリセットすると言って大丈夫だったんでしょうか。そこをわからないでリセットというワードを使ったとしたら、すごく不見識なことだったのではないかと思いましたと、蓮舫氏の言葉のチョイスについて指摘していた。